バッチリ気合が入ったみたいだね、スペちゃん。いや音楽やばい。うん、勝ちたいって気持ちでいっぱいだから、うん、キング。それは私も同じ。しかもダービーという大舞台だもの。これまでで一番勝ちたい思いが強いわ。みんな夢があるんだもんね。気合が入るのも当然か。ここからはライバル同士、全力で挑ませてもらうから。かっこいい、キング。そんじゃお互い全力でいきますか。鳥肌立つんだけど、やば。うん、みんな頑張れ。かっこいい。9、18人の馬娘がこの大舞台のゲートへと収まっていきます。あー、来たよ。 2400m 先、栄光はただ一つ。東京優駿日本ダービー、今スタートです。あー、スタート。ムービー、あれ、あ、ムービーじゃない。あ、くるくる、大歓声の中、18人の馬娘が揃ったスタートを切りました。さあ、何がいく。逃げ馬娘のセイウンスカイがスピードを上げる。あー、セイウンスカイ先段もペースを緩めない。何がいくんだ、誰がいくんだ。離されないようにしなきゃ。セイウンスカイ、コーナーの入り口で先頭に立つ勢い。いや、コースの内側。キングヘイロー。キングヘイロー。キングヘイローが花に立ちます。キング、ここで無理に競り合うのも危険か。あ、これやばいね。これ私はこの位置で再現。やばく、再現、え、すごくない。あ、セイちゃんが先頭じゃない。やば。やっぱりダービーって他のレースと違う。落ち着かないとレースに飲まれちゃう。向こう上面に入り、位置取りが落ち着いてきました。先頭を走るのはなんとキングヘイロー。セイウンスカイは無理にはいかない。2番手の位置を進みます。そして3強のもう一人、スペシャルウィークは中段のこの位置から狙います。キングちゃんもセイちゃんも、レースを走るみんなから勝ちたいって思いが伝わってくる。でも思いの強さは、私だって負けない。頑張れスペちゃん。馬娘たちが大木焼の向こうを越えました。ここで後続がペースを上げていきます。後ろとの差が詰まってきました。キングヘイロー。キング、いつの間に最終コーナー。それでも証明してみせる、キングである証明を。キングヘイローが最後の直線に入る。しかし外から戦友使いも来ている。ここで魔王を持して戦友使い、戦友使いが一気にスパート見せるんだ。いや、勝つところ。だが後ろからスペシャルウィークが間を割ってやってきた。抜かせるか。スペシャルウィークが上がってくる。先頭を走る戦友使いにスペシャルウィークが。やばい、ちょっとこんな
な泣くわ。そうそう、ちゃんが勝つってことはね、勝てなかった子がいるから聖ちゃん、キングちゃん、はあ、ああ、スペちゃんにまんまと取られちゃったか。せいちゃん、クラシックの中でもとびきりのダービー、勝てたらじいちゃんもみんなも絶対びっくりすると思ったんだけどな、うん、けどまあ、まずはちゃんと言っておかないとね。スペちゃん、おめでとう。ありがとう、せいちゃん。私も真剣に競い合ったからこそ称えないとね。スペシャルウィークさん、おめでとう。ありがとう、キングちゃん。二人ともいい子すぎる。でも次こそはキングが勝利してみせるわ。絶対に自分の未熟さを払拭してみせるんだから。いい？一流は決して首を下げたりしない。クラシック三冠の最後の一つは必ずキングが手にしてみせるわ。キング、いやいや、せいちゃんだってそう簡単には譲らないよ。せいちゃん、それに菊花賞は私のレースになるって気がするんだよね。まあなんとなくだけど何も言うまい。うん、私も負けないよ。だからまた一緒に走ろうね、菊花賞でもう一度。うん、はあ、裸ぶわ。